皆さんこんにちは、深田由美です。今回はですね、皆さん普段どんな AV を見ますか？皆さん多分あると思うんですよ。僕は生き物が好きとか、素人なんぼものが好きとか、それぞれね、多分ジャンルはあると思うんですよ。その中でやっぱり自分のお気に入りのね、女優さんメインにこの子が好きだからこの子のトークもの見たいとか、なんか多分いろいろね、多分男性の欲望は多分ね、たまりにたまってると思うんですよ。でもですよ、この女優さんとね、会ってる男優さんにもね、私はね、注目してほしいなって私すっごい思って、で、今回は私が今まで撮影して出会った中の男優さんで、この男優さんいいなっていうのをちょっと3、4人ほどね、お話ししていこうかなって思います。では行こう。まず1人目は結城譲くんです。まず役柄的にはこう初太物とか童貞物をよくやったりするんですよ。っていう話を聞くと、結構やっぱ見た目もやっぱり童貞っぽくて、で、なんか初太物って言って僕みたいな感じの、あの口調で喋れる役をできるのも彼ができるんですよ。で、彼は私が結構知女とかでやっぱ攻める役とか童貞卒業役とかが結構多かったので、かなり彼を童貞何回も卒業させた記憶が結構ありますね。で、やっぱ見た目もやっぱりね、少年みたいな感じのお顔立ちをしていて、だいたい20年ぐらい実はねやってるレジェンド男優なんですよね。本当は顔がそういう風に見えないぐらい、肌もなんかめっちゃツヤツヤで、見た目もそんななんか全然わかんない感じで、あの方は演技ももちろんうまくって、ドラマものとかも結構呼ばれるんですけど、何より私が伝えたいのは竿の形がいい。普通に男性の竿ってこうじゃないですか。だけどその方の竿は先っぽが上向きに向いてるんですよね。しかもめっちゃ硬くて曲がってるから、ちゃんと気持ちいいとこに当てるっていう、結構童貞役なのにめちゃくちゃセックスがうまいっていう感じです。なんか訓にもすごい上手なんですよね。普通の舌をこうペロペロする訓にじゃなくて、なんかバキュームクッするんですよね。こう吸いながら、なんか口の中で舌をこうこういう感じで動かしてるのか分かんないんですけど、もうそれやられると多分もう、なんか私も知女なのに童貞にそんなことされたら、もうなんかもうまた立場が逆転しちゃいそうな感じになるから、私もちょっと負けてらんないと思って頑張ってはいたんですけど、もうとにかく童貞役だけどとてもねテクニシャンな人なので、ちょっとね女性を気持ちよくさせたいなとか、そういう気持ちある方とかをぜひ見てみてください。で、彼は本当にその人を気持ちよくさせようって思う人なんですよ。指とかでこうフェザードタッチをしながらキスをしてくれたりとか、女性の気持ちを大切にしてくれる人です。だから結構あの女優さんからの支持が高くて指名も多いですね。で、その人が1人目ですね。次がブラックフロート林さんです。最初この名前聞いて、なんだその名前はって多分思うと思うんですけど、私の中では結構最近見た新人の方で、その方もお兄さんみたいな顔で、目がちょっとクリッとしてて、ちょっとこういじめたくなっちゃうような可愛い感じの顔をしてますね。で、その可愛いのにギャップでチッポがめちゃくちゃでかい。もうそれがやばいですね。もうどのぐらいの大きさかっていうと、このぐらい。リアルにこれ、本当にリアルにこれ、こんぐらい。だからフランクフルトって言われてるのかな、うん、で役柄的には結構やっぱいじめられる役が多くて、例えばですけど、こう教師ものとかで生徒役で生徒が先生をこういじめる、そういう感じの役なんですよ。ちょっといじめられ役みたいな感じとかでよく使われる人なんですけど、みんなやっぱ女優さんびっくりします。可愛い感じの役でキャラなのに、もうズボンバッてやったらマグナムみたいなのがボンって出てくるから、うえってなります、めっちゃ。でしかもそのが本当に加えられない、本当にでかすぎて顎が立てそうなんですよ。本当にでかいんですよ。もう本当フランクフルト以上だから、フェラーがちょっと困難です彼は。そうですね。でも硬さはあのちゃんと通常の硬さで、そこまで硬すぎずこう痛いっていう風にはならない
感じですね。本当にデカチなので、彼ぐらい多分あったらもう多分ね AV 男優にね余裕でなれるので、ぜひ自分のチッコと比べてみて、俺は男優に向いてるのか向いてないのかっていうのを多分それでチェックしてもいいのかもしれないですね。うん、でかかったな。うん、すっごいでかかった。で、もう一人が大島譲さんです。彼は部類的には年配の方なんですけど、でもめちゃくちゃ顔がダンディーでイケメンなんですよ。その方も女優さんにも大人気な人ですね。彼は結構パパ活みたいなそういう感じの企画とかに呼ばれたりとか、私がなんかパパ活する女性で、大島譲さんがなんかパパで、私がなんかパパみたいな感じでラブホでセックスしました。でもすごいなんか嫌なこう役柄でやってるこうおじさん系とかって結構多いじゃないですか。それも本当になんかこうおやじみたいな、おじさんみたいな、口からこうはみ出るようなこう舐め方をしたりとか、うだれをいっぱい垂らすとか、あ、ちょっと気持ち悪いなって思ってしまう男性の方も結構いて、あんま見れない人たちも多いと思うんですよ。だけどあの大島譲さんはあのイケおじなので、そういうおじさんものとかで大島譲さんとかいたらキモいとかそういう気持ちには多分ならない大丈夫さんなんで、赤ワインが似合いそうな感じのダンディーな感じです。ぜひチェックしてみてください。でもう一人は向井陸さん。この向井陸さんっていうのは多分 AV 女優さんには多分ダントツで一番人気な男優さんなんじゃないかな。彼はもともとエロメンっていう女性が見る AV の主役の男の人だったんですよね。それがもともと向井陸っていう人が出てて、だから彼は女性が好きなセックスをできる人なんですよね。でやっぱ顔も男優ではなかなかやっぱ珍しいぐらい整ってる感じです。だからこそみんな結構やっぱりかっこいいみたいな感じでみんな支持したりとかしてましたね。彼もめちゃくちゃやっぱ人気なんじゃないかなとは思います。女性に好かれたい、セックスをしたいなって思う人は彼のね AV とかもねぜひチェックしてみたらいいんじゃないかなって思います。いかがだったでしょうか。これがね私のね今まで AV やってきた中の推しの男優さんたちですね。でもまだ他にもねいっぱいいるんですよ。今まで絡んできたのでいっぱいいるんですけど、その中では特にこの4人かなって思いました。皆さんちょっとこれからのね自分のねプライベートセックスとかにもね勉強になるので見てみてください。